LSM Radio South Channel ディープな世界。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、LSM サード、セカンド、サードチャンネル、ディープな世界、今週も始まっていきます。今日でですね、これまで、初回から、まあ、8回目になるんですが、ジョジョ界のとりあえずシーズン1としての、まあ、まず一区切りというところで、今日はですね、前回の続きで、シーズン8の、まあ、ちょっと話をしまして、ちょっとシーズン4ですね、第8部です。これね、ジョジョ好きな人だったら、あの第何部って言わないとめっちゃ怒る人いるんで気をつけてください。第何部で第4部に戻って、はい、まあちょっとその辺で、シーズン1をちょっと広げていきましょうかね、終わりたいなというところで、はい、では始めていきたいと思います。で、聞き役の NC 比嘉です。よろしくお願いします。どうも、ピー太郎です。はい、よろしくお願いします。はい、ペイルワンです。よろしくお願いします。というわけで、8部まで来たのか来てないのか、これ、連続でこの発信聞いてくださってる方いたらめちゃくちゃ嬉しいですけど、そうですね、はい、アーカイブ残るんで、あ、そうなんですか、連続で聞けるんですね、うん、はい、で、まあ、第8部の話ですけど、第8部なんかコメントありますかね、ビタロさんね。第8部なんです、第8部は本当にスタンド能力者バトルになるんですけど、いいですね、ちょうど第8部の話としては、地震があったじゃないですか、関東、あれか東日本大震災があったりしてますね、まあ、それの後の話になるんですよ。でその時にまあ隆起物ができてっていう、仙台の方で、うん、まあ、そこから生まれてきて、その時の主人公が一応、まあ、吉良義景っていう、まあ、第4部のラスボス、ここに繋がってくるんですか。さらに言ったら4部の舞台って森王朝と呼ばれる、これまあ仙台のある市、ある町だと言われてるんですけど、はい、それにまあゆかりがあって、仙台でさっき言ったジョジョ展っていうのをねやったりしてるんですけど、はい、まあ、今回の舞台もまあ森王朝なんです、また戻ってきてるんです、はい、日本の国内のある一つの町に戻ってきて、その中でスタンドバトルが展開されるよっていうのがあるんですけど、8部はちょっと難解なんですよ。難解というのは、あの例えば3部でいうと、相手敵役のラスボスはディオだということは最初から分かっていたわけですよ。もう序盤から分かっていて、そいつを倒すためにエジプトに行くぞっていう話だったんですけど、8部に関してはそもそも敵が誰なのか全然分かんない。で、今キラヨシカゲ主人公って言ったんですけど、はい、その主人公はキラヨシカゲの洋服をつけた記憶喪失から始まるんですよ、はい、だからキラヨシカゲってもう分かんないですよ、はい、あ、これもまだ分かってないんですか。分かんないです。ハーフ&ハーフみたいなやつです。キラヨシカゲなのか、いや違うのかっていう、で、ボスは誰なのっていう、ボスもね、未だに結構話進んできたんですけど、はい、未だにボス誰なのかよく分かんないです。で、スタンド能力バトルももう何回なんですよ、本当にバトル自体も、バトル自体がもう単純じゃないですよ、はい、裏の取り合いみたいな感じです。すごく頭を使う作品になってしまったんで、その初心者の方に8部はおすすめしないです。もう無理です。こっから入るともう完全にもう嫌だって、はい、もうわけわかんねえ、なんだかで終わっちゃう。時間が経つと忘れるので、うん、単行本出るまでもやっぱり月に1回の話なので、うん、自分も3回くらいあるんですけど、これもう終わるまでも見たらダメだなと思って、はい、もう途中でお金がほんと忘れるというか、難しすぎてまた1回読み直してるんですよ、うんうん、なんかスタンド能力が何でしょうね、哲学的な感じなんですよね。単純メーカーじゃないですか。なんか特徴的なスタンドっていうんですか、ハーチブの。なんだろうな、難しいスタンドがいいっすよね。いや、あの今まさにラスボスだと呼ばれてる、はい、スタンドが出てきてるんですけど、はいはいはい、これね、難解なんですけど、そいつに向かうとあの不幸に遭うっていう、厄災が迫ってくるんです。で、例えばなんですけど、私が今この目の前にいる比嘉さんのとこに、あの比嘉さんにあの向かっていこうと踏み出した瞬間に、目の前にあるあのガラスのグラスがですね、はい、自分に飛んできたりだとか、もうなんか周りにあるものが自分を勝手に攻撃してきて、その比嘉さんという対象に対して迫れないんですよ。そいつがラスボスなんですけど、そいつを攻撃することができるんですよ。攻撃しようと思って迫ってったら、厄災が訪れるんです。もうすごい難解です。意味が分かんないです。だからどうやって直したらいいのみたいな、どうやって近づいたらいいの。そうですよね。で、途中から追わない、追わせることにしたみたいな展開になって、あの自分が誰かに追わせたりだとか。もうね、意味分かんないです。謎なんですよ。謎なんですけど、まあ何回も読み返していくと、あ、
こういうことを考えてこういうふうに自分では追っていかないんだけど相手を追い詰めるように迫っていってんだなってちょっとずつ分かってるんですけど、これそこ狙ってるっぽいですね。かもしれない、ね、何回も読ませるというか。まあそうそう、それはあるんですけど、まあ、本当に難しいですよ。へえー、分かんないですよね。第8話もう能力自体もちょっと変わってて、その単純に打撃とか火出すとか水出すとかそういう話じゃないんですよ。へえー、もう能力がね、なんつうんでしょうね、哲学的です、まあ最初からですよね。もうあの2回のやつとかなんかもう、まあれ普通だとか分かんないですよ。今までだったらもう倒せないぐらいのやつとかも出たり、それと面白いのが死んでから発生するサドルとかもあるんですよ。えいますね。います。で、まあ、今の続きなんですけど動物にもいたりするんですよ、その使いが。はいはい、前いました、ね、イギーとか。あ、イギーは有名ですね。イギーとかペットショップとか動物のそのスタンド使いのまあ、サドルというか走りですよね。ネズミが出てくるんですよね。そうですね、ラット強かったですね。2人ラットがめちゃくちゃ強かったですというところで、8部は多分初心者にお勧めできないので最後にしてくださいって話をしつつ、今ラットの話が出てきたので4部に出てくるんですよ。ラットって4部の話は結構尽きないですよね。やっぱりあのなんて言うんでしょうね、3部が完全に肉弾戦に近い形のスタンドバトルだったんですけど、4部ってそこにちょっと精神的な要素が入ってくるんですよね。なのでそういうところもやっぱ魅力的だったのと、舞台が実はすごくちっちゃくなるんですよ。3部って日本からエジプトに行くっていうすごい世界観なんですけど、4部っていうのは森王朝という町の中の話で全てが終わるんです。これジョジョってあれですか、はい、あの、1部から8部の中で日本が多いんですか。まあ日本がそういう意味では日本、3部は日本からからで、まあ、エジプトがあって、4部が日本、4部は日本ですね。で8部が日本ぐらいですよね。うんですね。で5部でイタリアだし、6部はアメリカだし、で7部スティーブ・オブ・ランもまあアメリカですね。で8部でまた戻ってきたっていう感じですね。特にじゃあどこに偏ってるわけではないですね。偏りはないでしょうね。でまあただね、日本に戻ってきてっていうのがあって、まあ8部があるのも4部があったからだなと思うんですけど、まあ4部つなげてっていう多分思い入れがあって、東日本大震災で多分使える方っていうのがあるかもしれない。じゃああれですか、このジョジョの中でも、はい、まあこの4部は一つちょっとキーポイントになってるみたいなこともあるんですけどね。でやっぱりあれですよね、ファンも多かったから実写化されてるっても言われてますよね。そうだと思います。だからね、個人的にはね、いつかあのスタンド能力を発現させてハーベストの能力を身につけた。ああ、ハーベストいいっすね、はい、どういう能力。ちょっと無敵に近いですよね。ハーベストっていうのはですね、はい、まあ、シゲチっていうどんくさいやつなんですけど、シゲチシゲチというやつなんですけど、ヤングシゲキヨっていう、はいはい、で、スタンドがですねハーベストっていう名前なんですけど、はい、ハーベストってあのスタンドを、まあそうですね、3部の概念で言ったら自分の後ろに人が1人立ってるみたいなイメージとしてあると思うんですけど、守護霊的な感じですけど、ハーベストは100匹とか200匹とかですよ。まあ匹って言っちゃいけないんですけど、言い方がその1人のものがもうちっちゃく分かってるような感じです、はい、スタンドの力が、はい、で何ができるかって言ったら、自動販売機の下に落ちてる100円玉とか拾ってくるんで、いろんなの拾えますよ。応用が効くんですよ。でシゲチってちょっと前振りむっくりなんで走るのも遅いんですけど、はいはいはい、自分がわざと地面に倒れてそのハーベストたち100匹とかいるんで、そいつに運んでもらったら超早く移動できる壁すら登っていけるんですよ。で似てようなやっぱスタンド出てくるんですけど、バッドカンパニーって出るんですけど、そこはもう軍隊なのでこういうことできないんですよ。バッドカンパニーはやばいっすね。でもハーベストはやっぱり引いてくれるんですよね、はいはい、あっちはもう戦うで軍隊なので、はい、こんなちっちゃいんですけど戦うのに特化したっていう。あ、じゃあオールマイティなのはハーベスト。ハーベストが一番の汎用性が高いです。日常生活に使えます一番使い勝手がいいです。そうなんですよ。で、まあ、最終的には一文着あるんですけど、その宝くじをハーベストに拾ってさせて、はい、それがね、なんとね、当たってるんですよ、500万。っていうこともできるんです、できます。日常生活に役に立つのはハーベスト。ハーベスト。で、敵に回しても怖いですよ。強いです。あの、ブランデーをね、静脈注射できるんですよ。なぜか角が注射かけてくるんですよ。頭に角に注射器がついてて人間あのアルコールを静脈注射されたらもうフラフラになりますから、動脈なのに。その間にもうなんかボコボコにするか、ボコボコにするか、なんかするんですよ。嫌がらせをするんです。面白いのが大体スタンドって一つのスタンドに一つの能力なんですよ。シゲチはそういう意味で言ったら能力ないですよね。そうですね。ちっちゃいけどだけちっちゃくていっぱいいるっていう、うん、もうすごいです。すごいです、はい、もしかしたら今からあったのかもしれないですけど、まあ、いろいろあってそこはあるんですけど、はい、だからね、あの4部の話途中ですけど、まあ、僕は4部の中で言ったらやっぱり、うん、ハーベストが一番いい。でも魅力的ですね、確かに聞いてても、うん、4部は面白いことに、あれもありましたよね、あのコピーロボットがあったじゃないですか。はいはいはい、確かにあれ、狭間田じゃなくて、狭間田か、スタンド能力を物で使うんです。
コピーロボットのスタンド能力があるんですよ。だからこの木のものが、はい、日が NC 型 NC 日が3年なんですよ。あのパーマンのコピーロボットみたいな、それを相手に触らせるんですよ、はい、うまいこと、はい、でそいつに化けることができるっていう。今までスタンドってやっぱ精神概念なので、物じゃないんですよ。でもそれが物なの、まあ、サブでも物ありましたね。まあまあそうですね、一部刀がいました、ね、刀がいました。アヌビス神がいますからね。アヌビス神強かったですよ。僕だからあれなんですよ、あの、なんでしょう、床屋とかに行ってひげ剃りとかしてもらうときいつもアヌビス神じゃねえかなって怖いですよ。めっちゃ怖いですよ。いや、このシーン覚えてる、日賀さん見たことあります？アヌビス神は刃物に宿る、で、刃物に宿ってその刃物からその持ってる人の精神を乗っ取るっていう力を持ってるんですよ。恐ろしいですね。すごいですよ。そう、だからあれですよ、あのジョースター家の一族、まあ皆殺しにしようっつって、で、あの、あー倒したーって言ってアヌビス神をやられた後に、じゃあちょっとヒゲでも剃ろうかっつって、で、その美容室入って、はいはいはい、じゃあヒゲ剃ろうって、ヒゲ剃ってもらおうって思ったら、そのヒゲ剃りをしている美容室の美容師のおっちゃんがアヌビス神に体を乗っ取られて、で、このヒゲ剃ってるカミソリで首を切り落とそうとするっていうシーンがあって、恐ろしいですね。だからそれがあるから、僕はヒゲ剃りしてもらうときいつも怖いんですよ。アヌビス神。ちょっと今度スタンド能力の話しましょう。そうですね、子供に戻るさんとかいっぱいいるんですよ、はい、スタンド能力紹介しましょう。しましょう。それが一番早いです。20分か30分ちょっと使って、はい、というところで、まあ、初回からですね、その、まあ、8回にわたる、まあ、ちょっと長編だったんですけども、まあ、どっちかというとちょっと概要的な形でシーズン1ということでですね、今回は終わりたいと思います。またシーズン2はいろいろちょっと他の、カルチャーの話もしながらなので、はい、まあ、ちょっといつになるか分からないですけどもまだそれはそれでまたちょっと楽しみにしていただいてというところで、ジョジョ会終わりたいと思います。ありがとうございました。アリーベデルチ。